今回はプーちゃんの不正攻防についてちょっと詳しく解説したいと思います。まあ、不正攻防っていろんな種類があるんですね。例えば前歯が伸びすぎちゃう不正攻防もあれば、まあ、奥歯が伸びすぎちゃう不正攻防もあったりとか、プーちゃんの場合は何度か動画でもお話ししてるんですけど、奥歯の上側の2箇所なんですけど、左右どちらも1箇所ずつなんですけど、歯がね、まあ、こう生えてるんですけど、若干すきっぱなんですよ。まあ、極端に言うとこういう状態ですね。ただプーちゃんの場合はここが本当にちょっとだけ離れてるっていう状態なんですね。で、例えばチモシーを食べた時なんですけど、ここのすきっぱの隙間がすごく狭いので、チモシーを噛んだことによってこうやって挟まっちゃうんですよね。で、挟まるから気になってこう手でこうやって取ろうとするっていうタイプの不正攻防なんです。人間の場合はすきっぱになったら、例えばですね、こう歯を矯正してまあ綺麗に直すとかっていうことができるんですけど、チンチラはそれが難しいんですよね。だから自然に治るのを待つしかないんですけど、まあ、そこを今削ってるっていう状態なんですね。で、それが通常の高さよりも1ミリぐらい前回長くなっていたので削りました。で、その他に歯茎がちょっと炎症を起こしていて全体的に腫れてるみたいなんですよ。だからちょっと例えば口の中を開けてみてもらった時にちょっとした刺激で血が出てしまうっていうことなんですね。普段からダラダラ出てるわけじゃなくて、そういう何か刺激を受けた時に血が出ちゃうらしいんですよね。で、前回の動画でプーちゃんが結膜炎になりましたっていう動画を出させていただいたんですけど、まあ、不正攻防と結膜炎っていうのは結構あるあるなんですよ。僕もいろいろ実はお医者さんとかに教えてもらう以前にすごい調べていて、その不正攻防になった子は結膜炎になりやすいっていうのも結構出ている情報なんですね。で、この前プーちゃんの右目が急にメアニが出てきて、すごくこうやって気にしていたので急いで病院に行ってきました。で、口の中を見てもらったんですけど、まあ、通常だったらそうですね、ちょっとね、歯が伸びすぎちゃってて、それが原因で結膜炎とかになったりするらしいんですけど、まあ、そういうことはなくて、歯は前回とほぼ変わらない、まあ、ちょっとだけ多少伸びてはいるんですけど、ほぼ変わらない状態だったらしいんですよ。で、考えられる原因はそのすきっぱに物が挟まって、で、それを取ろうとして、その時に目に足が当たっちゃってちょっと傷ついたのか何かが原因で結膜炎になったかもしれないっていうことでした。で、今プーちゃんに目薬を1日3回刺してるんですけど、割とね、その目薬が効いてるみたいで、なくなったんですね。まあ、プーちゃんの場合は割と早かったですね。その、なんか、長い子だと、数日間とか、数週間とか、結膜炎が治るのに時間がかかるらしいんですけど、なんかね、もうプーちゃん全然、ケロッとしていて、赤い部分がなくなって、今は全然気にしなくなりました。だからね、目アニももうほとんどついてなくて、キュルンとした状態になってます。ただ、前回歯を削ってから、まあ、チモシーとかも全然食べれてないので歯が若干伸びてきてるから、またそれは削りましょうっていうことでした。で、このすきっぱなんですけど、すきっぱに関しては今本当にちょっとだけ広がっているだけなので詰まりやすいんですよね。逆にそのすきっぱがもうちょっとこう広がってくれれば、食べた時に物が挟まらないから痛みを伴うことはなくなるかもしれないっていうことだったんですよ。で、それかもしくはそのすきっぱが完全になくなって綺麗になるかのどちらからしいんですけど、これがね、ちゃんとした治療っていうのが今ないらしいんですよ。このすきっぱに関しては歯を削って状態を見て様子を見るっていうことしかできないみたいなんですよね。今はそれしかできる治療がないっていうことでした。まあ、これはね、例えばどこの病院に行っても同じみたいです。で、コメント欄で結構プーちゃんセコンドオピニオンした方がいいんじゃないですかっていうコメントを多々いただいてるんですけど、実はプーちゃんもう病院ね、4カ所目なんですよ、今の病院が。前回の膀胱結石の時に視聴者さんから教えていただいて今の病院に連れて行ってるんですけど、僕今までその他の3カ所病院連れてってるんですけど、今のお医者さんが一番いいです。もう治療も最高ですね。で、僕とそのお医者さんの波長も合うっていうか、やっぱり人と人なので、お医者さんとちゃんとした関係性が築けないといい治療って僕はできないと思ってるんですね。ただそのお医者さんとはすごい僕は意思疎通が取れるので、まあ、プーちゃんにとってもすごいいい治療を行ってもらえてると思っています。実際それで膀胱結石の時もプーちゃんもう本当に今日治療しなきゃ治せないからすぐ来てくださいって言われて行ったところ、もう本当にね、死ぬ一歩寸前だったんですよ。でもね、
そのお医者さんが治してくれたおかげで今こうやって、まあ、元気ではないんですけど、今日は割と元気ですね。目ももう結膜炎も治ってきたので元気になって今走り回ってるんですけど、まあ、このプーちゃんがいるのはそのお医者さんのおかげかなと僕は思っています。なのでセカンドオピニオンは僕は一切考えていないですね。多分今通っているお医者さんで治せなかったら他では治せないと僕は思っています。それぐらい信じてます。あと視聴者さんからいろいろなその食べるものであったりとかっていうアドバイスもありがたいことにたくさんいただいているんですけれども、まあ、これもね結構そのお医者さんと今お話しした通り二人三脚でやっていて、お医者さんからこうしてくださいって言われたことを僕は今実行している状態です。まあ、その一つが強制給餌で1日に3回あげるっていうことなんですけど、今お話しした通りスキッパーになっているので強制給餌じゃないとご飯をまともに食べれないんですね。シリンジにドロドロになった液体状のご飯を入れて、ふーちゃんのお口のここをこうグッとちょっと開けて、そこからシリンジで強制的にご飯をグッと上げてるんですけど、自力で食べれるようになるまではそれをやるしかないんですね。じゃないとお医者さん曰く不正光合になった子っていうのは多い子だと 100g ぐらい体重が落ちるらしいです。今はプーちゃん強制給餌のおかげで数十グラム、それでも数十グラム、何十グラムかな、20グラムぐらい今体重減ってるんですけど、まあ、それで済んでるっていう状態なんですね。これが自力で食べさせようと思ったら多分 100g ぐらいは簡単に体重が落ちちゃってると思います。なので例えばプーちゃんの好きなものを混ぜてあげるとかっていうのも、もちろんプーちゃん食欲はあるので好きなものがあれば食べたい気持ちはあるんですけど、スキッパにご飯が挟まっちゃって痛くて食べれていないだけなので、好きなものとかではなくて強制給餌をやらざるを得ないっていう状態です。まあ、あとはお医者さんからも言われてるんですけど、やっぱりお医者さんと飼い主さんが二人三脚で一緒に意思疎通を行ってしっかり治療していかないと治すものもうまく治せないっていう風に言われました。お医者さんがお家ではこういう風にしてくださいって言われたことを僕はしっかり守って今プーちゃんにやってあげてるっていう状態です。あと僕ができることって何かなって考えた時に、プーちゃんはやっぱりね病院今すごいちょっと嫌いなんですよ。まあそりゃそうですよね。毎回毎回病院1ヶ月で何回か行って、そのたんびに口を開けられて中見られて、で、まあ、この間だったら目薬するのに点眼までしてってなったらお医者さん嫌いになりますよね。そりゃ普通に考えると喋れないし言葉もわからないですからね。だから僕にできることってなんだろうって考えたら、プーちゃんのメンタルケアを僕はしてあげようと思いました。これに関してはお医者さんにもできないし他の人にもすることはできないことだと思っていて、例えばプーちゃんが病院から帰ってきて、前回の動画でも映ってるんですけど、すごいやさぐれちゃってちょっとねこううーってなってる時とかにも、まあ、僕がちょっとケアをしてあげて、まあ、元気にしてあげようと思って今頑張っているところです。だから強制給餌をやった後とかもやさぐれちゃうんですけど、やさぐれたままケージに返すんじゃなくてちゃんとメンタルのケアもしてあげてます。まあ、例えばプーちゃんはブラッシングが好きなので、ご飯食べ終わった後にブラッシングしてあげたりとか、あとプーちゃんがその時ご飯食べ終わった後にお布団に入って一緒に寝たいっていうのであれば、まあ、ちょっと時間を作って一緒にいてあげたりとか、まあ、そういうメンタルのケアっていうのをいつもしてあげてます。まあ、不正光合っていうのは、まあ、お医者さんからも言われてるんですけど、治る場合と治らない場合がやっぱりあるみたいです。ただ僕は治ってほしいから最大限の努力はしているんですけど、まあ、もちろんねそれでもね治らない子っていうのもやっぱりいるのはいるみたいです。だからこのプーちゃんの歯がちょっと伸びてまた削らなきゃいけないっていうことが、お医者さんの技術がないからダメだとかっていうことではなくて、もうこれは致し方ないことなんですね。不正光合ってもう何回も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 繰り返しちゃう子もいれば、一回削ったら治っちゃう子とかもいるぐらい極端なんですよ。まあ、それがなぜそう治るのかっていうのも分かってないみたいなんですけど、まあ、プーちゃんの不正光合が長期間治療に時間がかかったとしても、まあ、僕は今のお医者さんに通って二人三脚で治るように頑張っていこうと思っています。今からプーちゃんにこのシリンジに入っているお薬をあげたいと思います。プーちゃんね、お薬に関しては強制じゃなくても普通に飲んでくれます。なんか薬はどういうわけかすごい好きみたいで、いつも率先して好んで飲んでくれるんですよねあとちなみに目薬も
暴れるかなと思ったら、プーちゃんの場合は全然暴れませんでした。すごいおとなしくて、目薬つけた後も、あ、終わったのみたいな感じなので、それはすごく助かりました。まあ、強制給餌もね、割とおとなしめなので、今はあまり苦労せずにあげれてるので、すごい助かりますね。慣れてくれてよかったです。じゃあ早速こちら薬あげてみたいと思います。おいで、こっちおいで、こっちおいで、おいで、上おいで、プププ、はい、薬、はい、はい、だいね、おいしい、あ、おいしいね、うんうん、さすがプーちゃん、おいしいね。終わり、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 もう終わった、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 わめっちゃ欲しがるでしょなぜかね、すごい欲しがるんだよね、薬だけは。これ今薬調合してた、水に入れて調合してたものなんですけど、たまにね、このお皿でさえもね、すごい舐めます。もう終わり終わり終わり、もう終わった終わった、ない、なくなっちゃった。昔からね、薬はね、割とおとなしく飲んでくれるんですよ。あ、よかったね、美味しいね。今日目もね、すごいキュルンとしてますね。点眼が効いてますね。もう本当にひどかったんですよね。右目も全然大丈夫です。はい、というわけでこれからもプーちゃんと一緒に頑張って治療をしていきたいと思います。